みんな準備はいいか。さっさと終わらせて、茜さんとらには安心させてやろうぜ。お、じゃあ行こうぜ。まだ島は見えねえな。ええ、ですが進路は間違っていないはずです。どうしてよ一番、らしくもなく浮かない顔しやがって。いや、ちょっと気になってたよ。何が？ネレ島の場所はブライスにとってトップシークレットのはずだ。でもそれにしちゃ簡単に情報が割れた気がしてよ。おっしゃいますね。人工衛星をハッキングした上に衛星写真の分析までを行うのはなかなか骨が折れましたよ。ああ、絶対に不可能ってわけじゃないかもしれねえが、そう簡単な方法じゃない。それでバレるリスクってのは本来相当低いんじゃねえか。そうなんだけどよ、相手があのブライスなのが引っかかったら、もしかすると、ブライスは島の場所が最悪漏れても構わねえ算段なんじゃねえか。え、あ、それはどういう、なんだなんだりゃ。さっき言ってたのはこのことですか、春日さん。ああ、悪い予感が当たっちまった。どういうこと？ネレ島の場所がもしバレてもたどり着けないようになってるんじゃねえかってことだ。おい、こいつがそうだってのか。何にせよ奴を沈めないと船がやられます。ああ、こんなとこで食われるわけにはいかねえ。けど、こんな化け物どうしろっつんだよ。どうするもこうするもやるしかねえ。俺たちの傷だ。任せといて。こうねえのか。行くぜ行くぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで調子が出てきたな。いつでもいいぜ。ビビってんのか。何、来ない。来ねえか。ほら来いよ。相手してあげる。黙らせてやる。おらおらおら、かかってこいよ。腰抜き野郎が。全力で行くよ。えへい。受けてみな。朝倉流、奥義。相手してあげる。
っそ上がらねえ。うそ、もらった。どぎついの行くぜ。こいつで思い通りにはいかねえな。いつでもどうぞ。やんのかい。あ、ずりゃ。じゃあ行くぜ。寄るんじゃねえ。ちょっと、こんなのに噛まれたらひとたまりもないわよ。確かに、覚悟、守りを固めることも考えるべきかもしれません。腰抜き野郎が。あっち調子出ねえな。何来ない。待ってました。相手してあげる。いいね。ありがとよ。いつでもいいぜ。あっち勘弁してくれよ。ありがとうよ。ミスったらごめんね。よし、ちょっと休憩。あっつ、きっちりな。ガツンと行くぜ。朝寝られる。おう、ありがとうよ。行くぜ。ボーデン準備しっけな。スキブだぜ。来ない。受けてみな。朝けられる。また呼んでくれよな。次もよろしく。気が乗らないな。止まんねえ。思い通りにはいかねえな。よし、で、ほら調子がいいぜ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで発動。ほら来い。寄るんじゃねえ。さてと、ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。朝くられる。任せといて。覚悟。攻め時だ。腰抜き野郎が。相手してあげる。黙らせてやる。よし、勘弁してくれよ。ぶちかます。受けてみな。朝くられる。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。さらにお役に立ち、鍛錬の成果。死ぬかと思った。ちょっと
覚悟はしてきたはずでしょ。いや、さすがに予想外すぎるってこんな。へえ、全くだ。世界は広いぜ。ネレ島侵入を試みる者は奴の胃の中に収まることになっていたのですね。さすがにブライスがあいつを手なずけて俺たちに仕向けたとは思えねえ。多分何も考えずに島へ向かうと奴の縄張りに足踏み入れちまうんだと思うんだ。つまりネレ島に行くには本来島の場所ともう一つのキーが必要なんだ。お、カイロか。ああ、その二つがセットになってねえと島に行く前にくたばるトラップになってるんだ。島の場所はトラップに引っ掛けるためのむしろ巻き絵に近い。つまり我々はブライスにまんまとはめられたということで。けどそのトラップを今まさに力技でこじ開けたところでしょ。そういうこった。さあ改めて出発しようぜ。おみんな、ついに来たな。ええ、波止場が見えるが、なるべく目立つのは避けてえな。ああ、忍び込んで上陸できそうなところを探そう。六方全勝だし。